この動画はアルティウムの提供でお送りします。こんにちは。今日はキルヒホフの法則について、それがどういったものなのか実験しながら確認していきます。キルヒホフの法則ですが、電気回路を計算するときの基本中の基本です。言葉で確認するのは難しいので、実際に実験しながら確認します。キルヒホフの法則は2つあります。まずキルヒホフの電圧則についてです。電圧則ですが、一つの閉回路の中に含まれる電圧効果は、その回路に含まれる起電力と同じ。まあ、何言ってるかちょっと分かんないと思うんですけども、実際に実験しながら確かめます。まずこちらの抵抗を電線にハンダ付けします。電源を用意しました。そしてテスターで電圧を測っています。そしてさらに先ほどハンダ付けした2つの抵抗、そして抵抗1つずつの電圧効果を測って、そしてそれを足したものが電源電圧と同じになるはずです。それが電圧測です。では実際に電源を接続して確かめてみましょう。安全には必ず配慮して実験をしましょう。今コンセントを挿すときに、この金属が露出している部分を触っていましたが、この状態で電源に接続してしまうと感電します。ですので、この金属が露出している部分ではなくて、必ず絶縁されている部分を持ちましょう。そしてコンセントに挿すときも、このスイッチがですね、必ず 0V、まあ、切れている状態を確認してからやります。このようにコンセントを挿しますが、念のためこの金属が露出している部分には触りません。そしてここのスイッチを入れます。で今ですね、もう一つテスターを持ってきて電圧を測定します。多分コンセントの電圧が高すぎるんですね。この実験にはちょっと向かないと思います。ですので、こちらの直流電源を使って新しく実験し直します。これは先ほどと全く同じ構成です。まず電源電圧を測ってみます。そうしますとテスターには 10V で、電源の方にも 10V と表示されます。では一つの抵抗にかかっている電圧を見ます。5.04V、まあ、5V ですね。でもう一つの抵抗値にかかっている電圧を測ります。そうしますと 5V、 この抵抗値の電圧の合計は 10V です。その電圧というのはこちらの電源電圧と一致します。これがキルヒホフの電圧則です。次はキルヒホフの第一法則、またはキルヒホフの電流則についてです。キルヒホフの電流則っていうのは、電気回路網の任意の一つの接続点に流れ込む電流の和は0である、または流れ込む電流の和と流れ出る電流の和は等しい。まあ、何言ってるんだっていう話ですけども、実際に実験して確かめてみます。ここに電源に接続した抵抗を用意しました。今流れている電流は 0.2A です。これが合計の電流ですね。抵抗2つつながっていますけども、この抵抗のそれぞれの電流値を測定してみます。まず1つ目、はい、0.09A、まあ、0.1A ですね。でもう一つの抵抗についても同じように電流を測定してみると、こちらも 0.09A で、その合計というのが流れ込んでくる電流ですので、はい、まあ 0.1A 足す 0.1A イコール 0.2A で、これがキルヒホフの電流則です。ちなみにですね、電流の値をどんどん大きくしていっても、この値っていうのは変わる。まずはキルヒホフの電流則です。これは第一法則ですが、電流則と呼んだ方が直感的に使われるので電流則と呼びます。 KCL とも呼びます。電流則ですけども、電気回路網の任意の一つの接続点に流れ込む電流の和は0である、もしくは流れ込む電流の和と流れ出る電流の和は等しい。どういうことなのか、例えばなんか適当な電源があって、そこから電流が流れているとします。このような線があるとしましょう。でそうした時に、ここに仮想的な点をですね、まあ、何か接続点を用意します。これを考えた時に、この接続点に流れ込む電流と、
そしてこの接続点から流れ出る電流の大きさというのは同じです。これふざけてるわけじゃなくて同じです。こんなの当たり前じゃないかって思うんですけども、そのくらい当たり前のことをこの電流速は言っています。ちょっと電線ではなくてもう少し例えを変えてパイプに流れ込む水を考えてみましょう。ここにこういうふうにパイプを用意します。これは水が流れるパイプです。そしてそこに水が流れているわけですね。例えば仮想的にここで区切ったとしましょう。この区切ったところの左側と右側で流れる水の量というのは同じです。まずこれは当たり前ですね。これが電流速なわけです。でさらにですね、この時点でパイプを分岐させたとしましょう。こんな感じですね。で当然パイプを分岐させれば2つの方向に水は流れていきます。ではこの地点をちょっと区切って考えてみます。そうするとここに流れている水の量を I1 としましょう。そして上の段に流れている水の量を I2、 そして下の方に流れている水の電流を I3 にしますか。皆さん経験的にわかるかと思いますが、この水の量の I1 イコール I2 プラス I3、 この入ってくる水の量と2つに分岐していますけども、出ていく水の量というのは同じです。もう少し電気回路で具体的に考えてみます。何か実際に適当な回路を書いてみましょう。これは先ほど電流速でやった実験の回路です。 I イコール I1 プラス I2 で、オームの法則からこの I1 というのは R1 分の V 足す、そして I2 が R2 の V ですね。もうちょっとまとめるとこのようになります。ちょっと話がそれますけど、こういうふうに合成抵抗も計算できてしまうわけですね。この和分の積ってやつですね。今のは結構具体的な回路だったんですけど、もう少し一般化するとこうなります。ここに流れ込む電流と、そして流れ出ていく電流の和というのは同じです。そしてこちらの例ですと、流れ込む電流の和は0になる。これも成り立ちます。キルヒホフの電流速考えるときに電流の方向だけ自分で考える必要があるんですけども、分かりやすい方向で取るといいと思います。これが流れ込む電流、そしてこれが流れ出る電流、これは3つとも流れ込む電流にしています。流れ出る電流はどこにもありませんので0です。次はキルヒホフの第2法則です。電圧速とも言います。電圧速と言った方が直感的に分かりやすいので、電圧速にしましょう。それか KVL と呼ぶこともあります。キルヒホフの電圧速、回路網中の任意の一つの閉回路において電圧効果の和はその閉回路の中に含まれる起電力の和に等しい、または電圧効果の総和が0。これが任意の閉回路一つです。これが起電力、そしてここに抵抗がありますけども、そこに電流が流れると電圧効果が発生します。その電圧効果の和とこの起電力の和は同じ、それが電圧速です。具体的に式で書くとどうなのか、ここで回路をちょっと区切ってみましょう。そうすると分かりやすくなります。まず回路の起電力、これは V ですね。それが電圧効果の和と等しい。ここで注意するのが電流の方向です。電流がこちらの方向に流れていますから、電圧の方向はですね、一応こういうふうに定義しています。そうしますと V1 足す V2 足す V3 というふうになります。起電力の和は電圧効果の和と等しい。今抵抗は全部直列接続になっていますけども、電流はですね、他のところには流れていきません。第一法則です。電源今直列なんですけども、これがですね、高周波の交流になると、よく規制キャパシタとかがあって、そこから電流が漏れていきますけども、今は、そこまで細かいことは気にしません。しかも直流ですからね。いろいろですね、式変形をしていくと、こういう風になっていきます。少し話はそれますけども、抵抗の、合成の抵抗まで出せます。この3つの足し算ですね。さっきの実験ですと抵抗は2つだけしかありませんけども、なんかそれっぽいことになってますよね。 5V と 5V で、電源電圧が 10V、 しっかりとこの電圧速が成り立っています。さっき確認しました。キルヒホフの法則を知っていると何がいいのか、
複雑な回路計算ができるようになるのがキルヒホフを知っているといい点です。オームの法則だけしか知らないとこの回路を計算するのは少し難しいかと思います。まあ、なんか難しそうな雰囲気が出てますね。電源が2つありますし、その電源がさらにまあなんかいろいろつながっていると。でここでキルヒホフの電流速と電圧速が役に立つわけです。例えばこのポイントについてのキルヒホフの電流速については、電流が全て流れ込む方向ですので、その和は0です。そして閉回路がまあなんか適当に2つ定義しています。この A という閉回路についてはこのようなキルヒホフの電圧速から成り立つ式がありますし、 B の閉回路についてはこちらのような回路方程式が成り立ちます。これはキルヒホフの電圧速から求められるものです。この回路で電流をこの3つとも求めたいとしましょう。わからない変数が3つあって、そしてこちらの式が3つ作れたわけですから、この連立方程式を解くことでこの電流が求まります。まあ複雑な回路計算ができちゃうわけですね、キルヒホフの法則を使うと。まあ、ここに適当な回路網がありますけども、これ今動作は分かんないとしても、後でキルヒホフの法則を使えばこの回路図から動作解析ができてしまうわけです。こんな感じで動作していますね。実験をする前に先にキルヒホフの法則で回路解析をした方がいいかもしれません。それではスポンサーのアルティウムの紹介です。どうぞ。皆さん、アルティウムを使ってください。アルティウムはプリント基板エディターの機能はもちろんのこと、オンラインサーバーでチームと回路図 PCB の共有、回路のデザインレビューもできます。部品在庫をディジキー、マウザーなどでリアルタイムで確認など、プリント基板の設計をより効率的にする機能が満載です。まずは無料体験版があるので、そちらを使って良さそうだったらぜひ職場での導入を検討してみてください。概要欄のリンクから購入してもらいますと割引になります。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。